どうも、エグザレットです。それでは、当 M DLC やっていきたいと思います。さて、ちょっと昼間にね、もう先にしておいたんで、渡った先の昼間の様子を見ていこうかなと思います。ただ、水がないらしいんでね。洞窟とかどうなってるんだろう。これでも洞窟さ、他にありそうだよね、なんかね。ん？光る虫。これいい！これ嫌だな、この光る虫。お？お？嘘だー嘘だー。道できたよ。え、マジで？そうだね。カメラでしかこの壁の様子は見れないから。あ。これは、やばい。あれ？なんかある。交換。はいはい。あ、ちょっと待って。交換。はいはい。王様ってことか。イーツイビッツイ。どうだにしない。これ何もできないの？そうだね、今んところ何も。できないから、なんかあるんだろうね。そしたら、また、戻りますか。ここら辺だと、あ、裏、そういえばそこの裏、そうだね、パイプ多分これ、いけなくなってる？あ、いけるんだ。それ関係ないのありがたいね。すげえおっさんの声がした。え？え、どうしたの？ウキウツじゃん。え、いいの？そんなカービィっぽいことして。あら、ダメか。口の中に入れてとかそういうわけじゃないんだね。もう木に顔があるってなったらもうカービィだよね。あ、あー、ゆで卵になっちゃってる。ごめんごめん。ごめんごめん。エッゲルト。うん、こっちでいいかな。エッゲルトくん。まあ、あとは採掘とかもしながら探す感じかな。あら、なんかいる。あ、まだ写真家なの？バストにいる虫を全部見つけたいんだ。残りはあと一匹。それは夜に現れる。お尻が光る虫。あー、なるほど。お尻がね。はいはいはい。お尻が光る虫はホタルです。いやー、地元見れるのよ、ホタル。年々減ってきてるけどね。やっぱ綺麗だよ。わ、わって何？わって。あれ、いない。あー、サーカスか。1倍、2倍、3倍。チケット、チケット、チケット。ポンプがゾーン内にあるときにクラクション流そう。
え？あのね、どっちかっていうと結構タイミングシビア。チケットおめでとう。チケットどうぞ。GGGGG はあれかな。そっちの GG の意味でも入ってんのかな。グッドゲームね。まさかね、まさかそんなそんなね。おるじゃん。あと一つ、チケット、顔を見つけよう。顔を見つけよう。モヒカン。あ、そういうことね。わかった。全く一緒なんだ。お悲観多めだね。もうちょい左っぽいな。うん。これじゃない？さあね、時間だね、時間で。あるなぁ。あ、口がちげ。あー、若干なんだよな、違い。あー、これチケットおめでとう。チケットどうぞ。 DGG 商品と交換だね。あとはこれ、話す前に先にやるっていうね。グッドラック、全部落とせば勝ちです。え、あのね、多めがむずい。あ、大変だった。プロゲーマー。さあ前へどうぞ。私のゲーム参加するだけに実力あるかな。はい、もう全部終わりました。3枚差し込みます。まあ3枚からだろうな。王家の杖。はい。あー、だからあと3回しないといけないんだ。じゃあ、まあ余裕っすね。いいっすね。オッケー、全部これで交換できるかな。はい、2マントじゃない。あ、バケーションシャツなんだ。ってことは、レイ。
あ、レイ。レイいる。レイ装備するなら、アンハットだよね、もうね。ああ、やることはやった。あ、なんかいる。ハロー。どんなフルーツからでもアイスクリームを作ることができるな。コーンの残りは4つ。はいはい。わお、いいアイデアがあるんだ。トロピカルフルーツする？もしかして。問答無用で取られたな。ええー、そんな叩くの？こいつはちょっとトリッキーだったぞ。もうちょっとで逆さまになるところだった。アイスクリーム4個楽しんでくれ。それとおかげで私も調子が戻ってきたよ。ありがとう。そろそろバケーションタイムだな。銅像が、あ、銅像があってさ、なんと美しい。やっぱ肖像画だから違うよね。だとは思ったけど、ダンベルのお兄さんいない。あれ入れない。どうも。あれ、チューチュー。あはは、別に何もしてないよ。絶対に止めるから、アイスクリームのために。あ、いいよ、どうぞどうぞ。本当に？あれはちょっと、どうぞどうぞ、それぐらいいいっすよ。お腹がいっぱいだ。ドリングマウス、すごっ。全部砂か、しゃれてるね。達成、パッパパーって言った。パッパパーン。穴もこれで終わりじゃない？もしかして。いや、あと2つか。あら、お兄さんかな？こんばんは。大会開いてるのよ。最高の砂の城を決める大会なの。あなたが審査になってもくれない？おい。素晴らしいわ。ああ、なるほど。ピラミッド。これは砂なのか。ちょっとした疑問。砂なのか。あー、これも好きだけどなー、これ。なんか、これに関してはテーマがあるっていうかさ、子供が作って帰りましたみたいなさ。わかった。1位これ。2、いや違う。2はこっちだな。やっぱ遊び心あるのがいいよね。それで言うと、これだね。遊び心ある方が好きかな。またあったわね。始める準備できたみたい。ほう。ようこそ。ようこそ。その時は来たわ。お城の建築大会の勝者を発表します。第3位は、ルールというものの限界を試す作品ね。そうだね。なんで覆われた靴。それは私の靴。そう、ギリギリがいいんです。そして第2位は螺旋の塔よ。こういう塔には私はかつて住んでたの。とても素敵ね。
最優秀賞と勝ち取ったのは、王様のケープよ。どういうことかわかる？信頼できる確かなデザイン。これぞクラシック。クラシックなら間違いないわ。え、あれ王様のなの？みんなおめでとう。優勝者はステージに登ってくれる？審査員ここに来て。はい、どうしました？おめでとう。勝者はあなたよ。よーくわかりません。あ、装備しときますか。ね。私の気に入りのシャツを披露するには最高の機会だ。あ、なるほどね。このシャツは大大大好きなのだ。王冠とかいろいろなものがデザインされてるわ。本当に素敵ね。女王様だったんだね、この人ね。女王様大変だな。おー。幸せそう。あれ？もしかして君写真撮れる？あ、お前じゃねえ。お前じゃねえよ、撮りたいのは。あれ？でもさ、肖像画の写真、後ろの割には肖像画ないんだな。そうか。これなかなかだね。水もゲットしてないしな。あ、これでいいのか。はい、お水を水。どうぞ。水を。最高の気分だ。すげえ。ありがとう。どういうこと？どういうこと？ねえ、お姉さんどういうこと？お姉さんどういうこと？消えた。またお願いだ、水を。またお姉さん。中で家の中水あったんだね。なんか曲がすごいことになってるな。はい。生き返った、ジョーディ。さあ次どこでバテてるかな。もうちょいだよ、お家。おい、ほら行っちゃって。ようやくだ、我が家は最高だな。はい、王家の城。どうも。本当に喉が渇いてたんだ。でも家に戻ってポンプの準備はバッチリ。乾いた筋肉。壊れた夢、乾いた季節。ゲームをプレイしてカーニバルを楽しもう。そんなのあったんだね。まあ、水分をしっかり補給しないとね。で終わりか。アイス届けに行きたいね。そうなったら、まあ、水ゲットしといて、カーニバル見てく。おい、あ、前前、お見事、素晴らしい、信じられない。本当にすごい。これをどうぞ。はあ、身にふさわしい報酬だよ。確認しに行っただけだった。エクセレントとか欲しかったね、できればね。見つかってないです。どうしよう。多分3つだね、これ探すべきはね。ヒカルとかゲー、そうだな。夜にしよっかな。
日中は日中でいろんな人がいるのは面白いね。あ、いた、コウモリ。イエーイ。あー、マジか、コウモリ、場所関係なくいんのか。洞窟咲きかと思ってたから思い込んでしまったね。見てないわ、細かく。まあ、とりあえずアイスあげて、かなぁ。あ、ダメか。やっぱ昼間じゃないとダメとかあるんだな。花があと一つ。どっか見落としてんだろうな、お花ね。だから、あ、そこ掘ろう。えい。おお。意外とさ、描写綺麗だよね。めちゃくちゃ綺麗だからな、普通に、まあ、写真撮ったけどさ、何の違和感もないもんね。あ、ベッド、ベッド。でもコウモリは夜寝探索だろうな。はよさん。王冠見つけないといけないしね。はい、どうぞ。アイスクリームだ。僕に足が勝手に治ってる。すごいいいな。本当だ。本当に足悪かったんだ。ごめん。疑ってた。ごめん。アーサーハンター。はい、ダウン。今探さないといけないんだよなぁ。来てある？大きな木ねぇ。はい。まあ、渡るには寝ないといけないからね。でもあれなんだよな、意外とそのアイス欲しいって4つもらったけど2人分なんだよね。あ、ちょっと待った、あれさ、足取れたやつギブス折れてない足用のギブス、お前がもう悪さできないように悪さできないように取っていくわ。もうダメだよ、嘘ついちゃ。結構今回ややこしいかもね。難しいな。しっかり周り見とかないとね。立派な木、立派な木。ないなぁ。まあ、とりあえず2つだけ報告して。あ、取り行ったの。おぉ。あとは、これもどうぞ。朝の足だ。あと一つだね。ないです。よし。じゃあ、今回ここまでにしましょうか。ちょっとね、止まってきだしたね。難しい。単純に。まあ、掘れるものとかも見つけたいし、あと一個とかが多いよね。あと、未発見もあるから、まあ、このあたりもだな。芸術館、これもちょっとわかんないんだよね。
もわかんないしね。はい、ということで今回ここまでにしたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もお願いいたします。それではまた次回です。バイバーイ。